なんか全然怖くないねってだから全然怖くないねって言われたらこうやってやってた <laughs> 怖いよって <laughs> や,やり返してましたそうまた写真を送るねさっきねちょっとだけチャットにイヤホンついてる やつは送りました。じゃがいも。ねえねえ、じゃがいものエックス見てくれた。あの農業のさ。生写真のさ。<laughs> 手からじゃがいも入るやつ見てくれた。<laughs> あれ、そう、押してよく見てみないとわからない。 だったそうあれ編集してた静かに黙々と編集してましたそれで突然ここからぼって最初はなんかもうちょっとゆっくりにしようかなって思ったのでもゆっくりにしてたらみんな飽きて飛ばしちゃうかなって思ったから <laughs> ちょっと早めにニって出しといた。 こんばんばは,はじめましてはじめましてこんばんは。えってなったそう <laughs> あの時期はそうあのチャットに「皆様おはようございます」って打ってあの朝日のこの朝日が昇ってるその朝日の部分を夏希のあの夏希がおしゃぶりをしてる 画像に変えたりちょっと画像で遊んでたんですねあの時はそうだからその流れでじゃがいももそうやってみたのちょっとあれ面白いよね4秒しかないのあの動画シュールだよねうそ なんだろう雰囲気変わった秋だからかな <laughs> 秋だからかな嘘そ「潜水」だってやったあの作品は名前があるよ聞くなんだっけななんか「じゃがいもが出てきたんじゃが」です <laughs> これがテーマそう裏テーマねこれ裏テーマ なんかじゃがいもが出てきたんじゃがこれ本当はねあの X にハッシュタグで書こうと思ったんだけどちょっと勇気出なくて <laughs> 静かに動画だけ置かせていただきましたはじめまして最近押し始めましたわやったーありがとうはじめましてありがとうございますベイビーだからぴったりうんなんだって DMM でりかちゃんの卒業公演って気になって見に来ました、えー、ありがとうございますありがとう嬉しい嬉しいです <laughs> やばい泣いてる出てきたんじゃがに泣いてるみんながなんか寒いんじゃがやめて <laughs> 寒くない寒くないよ寒くないですよ、うん、洋服に合わせて秋メイクおなんかねそうちょっとリップの色変わったのすごいね気づいたのか直接会いたいで嬉しいありがとう嬉しいですおしゃべり会とか あと劇場公演とかイベントとかで会えます <laughs> みんなが出てきたんじゃがいないなちゃったので話題を変えないと <laughs> でもね楽しいんですよああいう編集するのは。 たまにやります。たまにね、あのダジャレは控えますね。そう、十一月はパーティーもちょっと多くて、生誕祭もたくさんありますね。おしゃぶり会の滑り止め滑り止め <laughs> 滑り止めって そう秋だから最後の最後まで秋を楽しもうって思ってほら秋秋秋服ですなっちゃんルームなっちゃんルーム全体に色が秋っぽい雰囲気えねするよねこの周りもさなんかこうなってくれてそう私あのホーンテッドマンションの映画見たの。 でなんか満月満月見ると亡霊になりそうになる今日満月っぽかった水沢ズきちゃん <laughs> 秋の夏季だから水沢ズきちゃんです最近公演日が仕事と重なっていけないのあそうなんだそうだよね そねそう日程ね,ね合わなかったりしますよね是非会った時は見に来て待ってますよ目指せフォロワー3,000人3,000人こっちで会ってるのかな,なんか3000人ってできそうだ <laughs> ちょっと手が悲鳴を上げていたですもうあっという間にさそう冬になるんですよそうそう冬の準備できてる私はできてないそうなつきちゃんが茶色とベージュになる季節です 私ね、なんと足の成長痛が来まして、さっき。さっきっていうか、おしゃべり会の最後の部の途中から足に成長痛が来て、今ちょっと治ったんですけど、治ったということは、身長が伸び終わったということで、私はもう、視界がね、なんとも広くなりましたよ。身長が伸びたので。こんな感じに見えてたっけって。 <laughs> はい1 0ンチ以上伸びましたそんな気がするそう身長伸びるんだよ <laughs> ちょっと信じてないでしょみんな信じてないでしょ多分でも成長痛私本当に永遠に来るんですよそれで 毎回測るたびにちょっとずつ身長が伸びてるの今はなんか152と153を行き来してるんですけど153っていうことにしてください <laughs> 153ですきっとでも今伸びたから154かもしれないなんかさどっかでさ測れるところないかな学校 とか近くの学校とかお邪魔してし身長測りたいです、ね、あっ劇場にある最近あの最近あるんですよ楽屋に身長測るこういうやつが壁に貼ってあってそう劇場にあるのえっ11月4日待てない待てない <laughs> 待てない11月4日かえっ待って待ってちょっと待って今測らなきゃ11月4日は戻ってる可能性があるじゃんだからもし11月4日にさ身長戻ってても伸びてないじゃんって言わないで <laughs> それは身長が戻っただけだからきっとえっ分かんないなんで突然現れたのか私ちょっと詳しくわからないんですけど優はちゃんと劇場 MC です。公開性比べしてほしい <laughs>。本当でもねあれだよ。私私これはもう認めるんだよ。優ハとは 1cm の差で負けてるの、絶対に。これは夏木がどんだけ伸びようと優ハがどんだけ縮もうとなぜか変わらない差なの。 NMB さんなら劇場ロビーにメンバーの成長記録ありあねえねえこういうやつピッてやつなんか見たことあるかもしれないそれすごいいいですねそれ夏希も測りたい湯葉はねそう1 5 4ンチ測る前に牛乳飲み干せば勝てるえっ当？<laughs> 牛乳ってやっぱ効果あるのかな骨なのかなリリノって何センチなんだよ確かにリリノ意外とちっちゃいんだよでもなんか夏希と言う歯より高かった気がするんだけどでも何センチだろうあタンコブっていう手があるんだ <laughs> 確かにタンコブっていう手があるんだね なるほどあちなみにこの配信は23時前くらいに終わりますあいてっ <laughs> あ,あいてっみんなが叩かれてたんこぶできたたんこぶってさ何センチくらい漏れるのかな5セ,ン5センチも漏れないか2二センチと リリの百五十三か百五十四なの。えっ、なつきの方が大きいんじゃない。えっ、なつきの方が大きいんじゃない、それ。え本当に百五十三か百五十四。えええっ、リレーの公式だと百五十三。えそうなの。えちょっと待って、電話したいところだけど、これを配信してるのがさ、携帯だからさ。うわ、めっちゃ電話したい。 めっちゃ電話したいそれだけ聞きたい <laughs> え百五十三なの本当になんだな月一番下じゃないじゃんよかった百五十三点九とかいう可能性はあるそれだと話は別になってくる電話したくなっちゃ <laughs> 身長気になりすぎて。 えー、そうなんだそうなんだ知らなかったそうなのねえ今度聞いてみるよ展覧とかまで聞いてみるそれか一緒に測る一緒に劇場で測るえ待ってってことはさ優ハの方が大きいってことなの すごいみんなの方が知ってるね夏きよりもみんなの方が知っている。滋賀ご入五入したらでもさ滋賀ご入したらさそれ夏きが夏きは下に行くのが確定してしまうから滋賀ご入はなしで。 確かに <laughs> 今度だと忘れるから配信終わったらえ聞いてみるそうするね配信終わる前にさもし忘れてそうな雰囲気出してたらさ教えてそれかメールでも <laughs> めっちゃ気になるこれこれはもうさちょっとあれだよ3人集合 これ3人集合案件ですね。3人で測ろう。でも、え本当に私、ユーハには負けてる自覚はあったけど、リリの、まさかの、もう一人、バトルできる相手がいました。<laughs> 突然現れた、希望の光、荒井リリの。そうなんだね。 すごいみんなよく知ってるねでもリリカは絶対に身長伸びてるのあとルアが意外と高いルアのさ顔ってさ幼い感じだからさ低身長顔かなって思ったら意外と身長あるんだよすいません「どんぐりの背比べ」って言わない <laughs>「どんぐりの背比べ」ではないよあのどんぐりの季節だから しょうフフッ背比べもしたくなるよね、うん、すごいルは160あるんだえっ当に私ねスイスイルックス通りの身長って夏希ねあれなんだよ高校の時さあの顔を見て身長大きそうだけど意外とちっちゃいんだねってさ すごい割れたの。高身長顔らしいよ。そんなことない <laughs> そんなことなかった。どうもう、ま。ちょっとみんな一回記憶なくして。私が小さいとか言うの忘れて。一回忘れせて。どう 小さそうで小さい小小さそうで小さいえ投票はしません <laughs> だってもうこのコメント見てわかるもんあ本当に意外とそうでもないんだねそう,そうでもなかったです何でもないです忘れてください <laughs> <laughs> 忘れてくださいえでもすごい1 5 3ンチぐらいに見えるだってもう知り尽くしてるじゃんそれまあねまあでも身長なんてあの靴でいくらでも変えれますから身長が高い気分だったら3 0ンチぐらいのヒールだって履く時あるかもしれないですもう諦めた発言を。 ねこの日もあるよねこの日もあるそれ歩けるのえ歩けないかもねあのさごめ、ね、ってなってってなっちゃうかもでもオフラインおしゃべり会とかでさある日突然すっごい大きいさヒールとか履いてみたいそれでなんか今まではスイスイが高校くらいにの目線にいたはずなのに 同じくらいまで生きてるなぜだっていうのをみんなにやりたいドッキリ身長高くなったドッキリもしかしてこのドッキリしょぼかったりする <laughs> ちょっとしょぼいドッキリだったりするこれえっしいパフォーマンス大きいだってよしやったね 肩車しててあげるって私肩車したらさあの手が反射的にこうなっちゃうけどいい <laughs> あの組体操癖ついててさどうしても誰かの上に乗るとさ手が反射的に <laughs> ああ竹馬いいね竹馬でもみんなのほう「わあ」って言っちゃうかもしれないけど。 でもじゃあちょっとさ高い厚底買うの検討します <laughs> 検討しますあのフライに履く用の厚底検討します台を買えばいいのかそうだみんなからってさもしもし夏希が足の下に台を置いてたらみんな見えるこれもしかして見えないんじゃない 決めました台に乗ってみようと思います <laughs> 何に気づくかってあでも言っちゃダメじゃない、ね、まあいつやるかは内緒もしかしたらやるかもしれないオフラインで大きかったらすぐに下がって下がってみては意地悪じゃん <laughs>、ええ、いいよ別に下がれるし あそう私騎馬戦上乗ってたよ騎馬戦上乗ってさ頑張って帽子取ってたよこうやって取られたけどねあ1個取ったけどねフィラとかにめっちゃ熱いスニーカーねあるよねあるよね足元見えないのかちょっ察するのやめて <laughs> やだ下がってみてはもう逃げられない終わる 確かに並んでるときに見られるの一番恥ずかしい私百五157センチだけど気になってたロングスカートが長すぎて買えないときあるよねわかりますすごく大共感そうなのロングスカートはさロングスカートってなんかすごく可愛いしさいい女感あるじゃないですかでもね なんとね身長が小さいことによってあの引きずるっていう事件が起きるんですよ可 <laughs> 愛い,いって思っても引きずる事件が起きるからそう難しいんだよねなツきと目線一緒とか嫌だえ <laughs> 嫌なの上から見たいタイプ 大きくなった時点でいい台使ってるね <laughs>。もうもう完全にもうそれバレてるね。バレてるよね。それは。ウェイト担当だと素足っぽくて大活躍。ああ。えでもさ、え待って素晴らしっこい足はさ、もう任せてるから下の方に。 手はすばしっこいよ <laughs> でもね怖かったなんかさ騎馬戦ってさ迫ってくるじゃんこの集合の牙がねそれがめっちゃ怖いから「逃げて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  <laughs> 逃げろ逃げろ!」って言って逃げてた端っこにでも追いかけられるから戦うみんな騎馬戦あった運動会の時。 高校はねなんか体育祭はできなかったんだけどスポーツ大会なんかミニ体育祭みたいなのはできましたまあそれであのリレー <laughs> これ皆さんご存知かもしれないんですけどあのバトンを受け取る時と渡す時の2回転んでリレーはトラウマになりましたっていう話木まさんやったか <laughs> ちょっと泣いたやつは言わないで <laughs> 泣いたやつは言っちゃだめだよねえねえいませんいつも下で支えるがそれも大変だよねこちらは女子が来ませんで男子が棒倒し棒倒しって何初めて聞いた棒倒しえね2回転んだの <laughs> 動画あ動画見たら足ぴょんってなるやつ もう嫌だよリレーで転ぶってさ自分はならないと思ってた恥ずかしいよね牙船の上に乗ってて相手の大将のを取りましたええー、大活躍すごいすごい大活躍棒の上の旗を取るのえっそうなんだなんだっけ棒倒し 冒頭のきめて聞いたよ個人戦なら自分が痛くて恥ずかしいだけだけどそうなんですよ団体戦だとね <laughs> そうみんなに迷惑もかけちゃうしさよりみんなの視線もある中ですからねこれが個人戦ではなかったという悲劇もう全てが悪い方の選択をしたあの瞬間逆に良かったのかもしれないね運が。 棒倒しは棒の上に刺さってる旗を取るとかちへえそうなんだ初めて知ったよそれいや本当,本当にトラウマ本当にトラウマリレーの動画見るともうトラウマなっちゃうお服秋服ですありがとうあちなみにさこのさこのブラウス もうご卒業された古畑葵さんからいただいたお洋服なんです実は実はこんばんはそう葵さんからですいただいたお洋服大事にこう持って え、ね、分かる夏きがさすごい着てそうなさお洋服ですよね分かるこの襟の感じがよく夏きの顔お洋服に似ていてこれを頂い,いてそれで大事に使ってます見たことある本当 そうなあおさんともクラスメイトだったんだえっさんって身長いくつなんだろう <laughs> また身長の話に <laughs> 戻ってまた戻ったけどえわかるこのさこのひらひらの襟にさなんかここに模様あったりする感じねすごいかよく見てるね そうそんな感じの襟で白いやつもあるそうそうその白いやつのはここにお花をお花がついてたすいね九十9 5ンチは絶対嘘えっあれあっ <laughs> 一瞬、はあ、ううそだよ嘘だよウだよ <laughs> はるちゃんとあおちゃんとなっちゃんで、ね、クラスメイトやったら本当のクラスメートねそうだよねリアルクラスメートだった <laughs> なんか一回信じなんかねなんかな一 <laughs> 回ちょっと考えてみたんって違ったやっぱりよかったよかったです違うよえっそうなん 五十六点三なんだ。追いつけないですね。百六十。百五十六点。青さんの方が大きかったです。そういえば。身長を競ったことがなかった青さんと。 はるちゃんは結構身長があるらしいです159かそのくらい160かあるみたい園ンジでも100あるのそうなの幼稚園生120センチとかそんなないか110センチとか。 そそうそう、はるちゃんは 150160? かな160って言ってたかなすごいなんかみんなの身長知るのすごい楽しいえじゃあじゃあ <laughs> じゃあうーんとうーんと、ゆめさんは何センチゆめさん結構身長高そうだ レーニャさんが 152? だった気がするレーニャさん152センチ夏木の方がちょっと高い萌ちゃんとテレビ出るとはるちゃんでも小さくあそうなんだ萌は萌は 165? 夢さん1 5えっそうなのはるちゃんと同じ そうなんだはるるんとルアちゃんは1 5 7センチくらいの雰囲気あ,あでもわかるかもそれそれわかるまい、あ、ちゃん1 6 5点おおすごいえっ165.5夏木何 cm だ1 リリカさん1 6 0ンチないって言ってるほんとえでもどうだっけなんかねリリカがね春ちゃんと身長競ってたんだよこの間で、リリはは春ちゃんの1 6 0ンチを信じてなかった <laughs> そう嘘。そ夏樹待ってこの流れで本当に百15に153163の間違いじゃない 十三 <laughs>。ええそうなんだみミみウさんより大きいのそうなんだそうゆめさんめっちゃ足長いえっそうなのマリノさん157センチでも確かに157センチって感じするなっちゃん自分の身長忘れてないよね <laughs> 163センチ 新潟県の16歳女子の平均身長1 5 8 8ンチちょっと待ってんちょっと待って <laughs> あれなんでなんで16歳の平均身長え確かにねえねえ4期生でさもしさあの私全然4期生をまだあのこの目を通してこう見,見たことがないんですけどその4期生に。 歳ががちちちちちっっっゃゃゃいいい子がいたらさめっちゃさいんじゃないこんなんなななんんじゃないこんな子が入ってくる可能性もあるよね <laughs> なっさん159なのそうなんだえっどうしよう本当に迷う来年の短冊にさ1 6 3ンチになりますようにえー、もちろん書きたい書きたいけどさ来年でてもさ二十歳のお願い事だよね二十歳らしい大人なお願いしようかな <laughs> あそういうこと16歳から伸びない <laughs> でもなつき伸びてるよずっと九て9 5ンチはあ,のありえない数で合ってる <laughs> 9 5ンチは違うんだよね違う話大丈夫だよねそうなんだよ来年の七夕には二十歳になってるんだなつきどうですか <laughs> 急に語りかけるどうですか皆さん夏希歳ですよ昔 HKT 入った時1 3 0ンチくらいの子えや、ー、でも本当に博多のあの何年少メンバーさんはもう本当に私もこんな感じのイメージありますこんなイメージあるこんな。 あ親指曲がる <laughs> 相変わらず親指が絶好調でどやりますよ二十歳ですわ信じられませんうーん157まで伸びしろですね なんか聞こえた、えー、でもさ私さお酒飲めない気がするな飲めるのかななんかさなんかさ飲めなさそうそうえっえあと半年で二十歳なのなつきほんとかる二十歳感なさそうわかる。 えそう振り袖ね振り袖ねそうお母さんにそういえば「これ見なさいよ」って言ってもらったのに見るの忘れてたそういえばこのコメントでは思い出した20でも三つ編み部分してほしいほんとえそうでもね本当に私結構みんなに言われるの,あのもしあの昇格したら髪の毛自由になるじゃないですか。 髪の毛自由になっても三つ編みは定期的にしてほしいなって本当にたくさんの方から言われてだから定期的にスイーツヘアするねみんなもすごい気に入ってくれてて嬉しい私はそんなにみんな三つ編みが恋しいのかい嬉しいなお披露目の集合写真からみるみる幼くえんえっ当に 私ね、でも待って、言いたい。はい。意義あり。<laughs> 意義あり。コンコン。まず、入った時が一番大人っぽかった。これは間違いない。大人っぽかった。突然幼くなった。今は大人っぽい。最初よりは、また別のジャンルの大人っぽいに踏み入れた気がします。どうでしょうか ど,ど,うど,どうどどどう思う髪型に自分の名前が付くなんてすごいことですからそう私もメイクさんにスイズヘアって呼ばれてるの知らなかったそう途中までなっちゃんに三つ編みに合いすぎほ当は嬉しいはいスイズさんああスイズさんじゃないですよでもスイズヘアはセーフなんです ちゃんに三つ編みを提案したスタッフさんグッチョブですグッョブありがとうございますでもさあれだよね本当にこう三つ編みをさしたらさ見つけやすい代わりに別のメンバーさんが全く同じ髪型してたらそっちを追っちゃうんじゃないもしかして今大人っぽい、うん、今大人っぽい 大人ででではない大大大人です大人ですすっぽいーえそうでもさ私本当に髪の毛が暗くてこれ着てるのが焦げ茶なのでも全然違うでしょすごいね暗いの真っ黒でこうやって誰かと比べてったら最後まで残るぐらい本当に黒いんだけどだからさほんのちょっぴり 明るくとかはしてみたいコメンタリー見たら初日赤ちゃんだった <laughs> えっそうそうだのみんな赤ちゃんだったのあのパーティーの初日はみんな赤ちゃんだったよ唯一変わってないのは前髪かな 許可されてる許可されてるななみんが三つ編みしてる時にスイズヘアかわいいって言っちゃったもうスイズでさスイズヘアでさみんなもう認知しちゃってるよね「スイズ」って言うななんかそれ「南川って言うなでしょなんか聞いたことあるなと思ったたまに他のメンバーが三つ編みしてるて そそっっちち見ちゃううとあるえやっぱりななのかな私あのななみさんとあのリバイバル公演に一緒に出演させていただいた時に菜々美さんとね全く同じ髪型をしたんですよ。でちょうどその時に菜々美さんも黒髪にしてて最近なんですけど家帰ってから DMM 見てたらあの私も菜々美さんのこと目で追っちゃうの。 あれって <laughs> あれこれ今自分あれななみさんだあこれななみさんかなあれ自分だみたいなそうだからもう色と長さとあの髪型をするとみんな同じになるそう焦げ茶なんか肉眼で見ると焦げ茶なんだけど画面で見るとちょっと明るく見えるなんだろう でもね染めたいっていうかね何だろうでもがっつりは染めたくないこれを残しつつっていう感じかなとか言って金髪になってたらどうしよう金髪は多分しないんですけど <laughs> うん似合わない気がする金髪夏希ちゃんをポニーテールにしてゆうはちゃんを三つ編みにして入れ替えしてみてほしいえ やりたいそれいいですねナミさんは顔の毛と違うえそう違うんだけどね本当にあら不思議本当に追っちゃいますよ目でナミがリバイバルで三つ編みだった時にマックと時前に三つ編み絡めて <laughs> そうだ絡めたんだこうやって三つ編みをそう。 ななみさんとペアでこう上がるんですけど2人とも三つ編みでしたやったこの服似合うありがとう秋服えでもそう夢さんがさすっごいさハイトーンの色でさいつも毎回すっごい可愛いいじゃないですかサーヤさんとかだから あの明るい色が似合うのすごい素敵だなーって思って見てます綺麗な色ってみゆみゆさんも一回キャサリンになってましたよね <laughs> キャサリン金髪だった時期にそう萌えはねもう地毛が茶色いからねいいよね可愛い,い色 そっか金髪にするとプリンになるんだプリンちゃん優はちゃん三つ編みに合わないって自分で言ってたけど実際どうだなんかさ一回さクラクラかな,なんかの時にさ三つ編みしてた記憶があるんだよねクラクラの時だったかな結構前結構前のなんかで一回見たような気がしなくも 茶色に合うと思うあ嬉しい,い多分ねそう私のお洋服の系統的にも多分茶色とかの方が馴染むと思うんだよねなんとなくだけどキャサリン懐かしい <laughs> キャサリン懐かしかったこの前のリバイバルのマックス時前に明太子ポーズみたいなしてたけどあれはなんだ明太子んですよえ明太子です,よえ明太子です 明太子なんかねそうそうあのマックス前の MC で先輩方が明太子のお話をし私も途中からしか聞いてなかったからわかんないんだけど私明太子がすごい大好きなんですよだから明太子ポーズをしたのこうやって明太子そしたら思いのほかなんか目立っちゃってその明太子が<笑><笑>たまたま DMM さんが引きであの定点カメラにパって切り替わった時に すごい存在感のある明太子を放ってしまってお母さんからスクショが送られてきました <laughs> 目立ちすぎてだからユーハポニーテール最強ですよね <laughs> ああ確かに。ゆの子こさんもこんな感じだった確かに。<laughs> みんな知ってるんだね。みんなさん村重さんの知ってるんだね明太子 森林図のアースアススも良かったですよね私もあれ好きですよ。あのじわるやつね。もうみんな森林図で覚えてるもしかして <laughs> みんなあの3人のこと森林図だと思ってる。っていうことはさあの明日発売の月間エンタメさん「森林図」で掲載さ,れさせていただいているのでぜひ。 チェックしてくださいね <laughs> ねそうユーハーポニーテールにあの別の時ここに大きいリボンがついててそれがめっちゃ可愛い新シン,ンズですシンリンズですシンですアースアース <laughs> アースアースモエちゃんも新ンリンズで よかったなって、森林図で、あ。違う、あれだ。森林です。森林です。深海です。あ、そう、あ、そう、あれなんないけ、森林図でいいのかな。まあ、森林図の西とこ。なつきちゃんって、ファンの前でポニーテールしたことあるっけ。どう、あのー。 レッスン終わりのショールーム配信で低めの一つくくりはしてたことあるけどでもあの公園とかフェスとかでポニーテールはしたことないまだ1回もでもね私個人的にポニーテール似合わないんじゃないかなって思っててさだからいつかやる時が来たら新鮮だと思います1個に結んでるの。 明治でおはようって打つと「おはようございます」って出る <laughs> いいね「おはようございます」森林図はもうだいぶ定着してますあの私たちもしっくりきてるそう「月刊エンタメさんクラクラの救済だからもうちゃんいつからクラクラになったなと思って。<laughs> なんと「森林図」ということでね掲載させていただきました <laughs> あの頃はまだ森林図ができてなかったなそういえば言いたかった「森林図」って書きたかったですねほんとポイントール似合うと思うじゃあもしできる機会があったら頑張って挑戦してみようかな そうです、ね、次の3人の3人でインタビューする時があったらあの名乗ろうと思います「私たち森林図」って言うんですけど <laughs> 困らせちゃいそう <laughs> 劇場 MC でもう滑りそうになったら「アースアース」で乗る息です <laughs> この森林図を知らない方からしたらもう怖くて仕方ないだろうね突然「アースアース」とかこうやって言い始めたら <laughs>。 <laughs> 怖くて仕方ない震えちゃうよ私絶対に変な人だと思われるところでなんで新人図なのえっとねあのとある日のリバイバル公演がえっと萌えと優派と夏きで出演させていただいたんですよ3期生がね3人ででその日のあの 終わりにショールーム配信をしてたんですけど夏希と優陽が全く同じ色味の緑深緑色のレッスン着を着てて「森林図だね」って言ってたの最初はそう本当にすごいねすっごいシンクロ率でそうそれでなんかすごく似てたから「森林図です」ってやってたのそしたらなんか間にいた萌えが「私どうしようどうしよう」ってなって 深海です。って言ったの？海で。こう丸くしてたら流派が突然アースアースって言い始めたの <laughs>？だから本当は多分アースアースが本当はそっちがチーム名なんじゃないかとも思ってんだけど、なんか森林図になってます。 もしかしてアースアース私たち私しってアースアースだったのかなそう下のねズボンの色も一緒だった <laughs> えねえねえそうだよね待ってよく考えて森林図は違うのよ 今思ったら、シンリンズってさ。夏樹とユーハが緑だったからだ。もしや。アースアース <laughs>。ちょっとこれ、もやとユーハにも聞いてみて。もう三人のチーム名はどっちですかって。そう、靴まで一緒だった。<laughs> でもあれすごい面白かったから、私もう一回、あの三人でアースアースやりたいです。 ひひららががななででアースアーーそうだよ楽しかったあ今日さ優陽がねオンラインおしゃべり会で頭にかぼちゃつけてたのねその動画をさ撮ってさチャットに送ろうと思ったのにチャットに送り忘れた明日送ろう <laughs> めっちゃ面白かったなんかねすごいよもう私優陽と隣だったんですけど視界にすっごいオレンジのこういうのが。 移ってきてきある時隣見たらそのかぼちゃがうなずいててある時隣見たらこのかぼちゃがご飯食べててかぼちゃがね <laughs> ずっと隣にいて可愛かったでも顔は見えないの <laughs> 顔見えないんだけどね 今日は面白かったですよ <laughs> それに萌えがねカメラ回してたら萌えが入ってくれて愉快でしたでも本当にオンラインおしゃべり会もオフラインおしゃべり会もそうなんですけど本当にあっという間に終わっちゃうの今はねすごくありがたいことに4部に。 出させていただいてて4回みんなとおしゃべりできるですけど本当にあっという間に終わっちゃうの瞬きを一つしたらもう終わってますほんとそのくらいのスピードでカマ、ま、悲しくなっちゃうそう最後のさぁ部はやっぱり悲しくなっちゃうよね最後ですってなったら悲しくなっちゃうよね 今日もその寂しさを乗り越えて配信にたどり着きました <laughs>。そう楽しかった。あと今日春雨スープ食べた。ゆったりままできでした。短いよね。そうだよね。短いよね。もっとお話ししたいな。 すごく思ったよりもあっもうもうなのってなっちゃうあそうなのオンラインハードル高いオンラインはねなんかねビデオ通話してる感じでアットホームですよ次のシングル発表されないとしばらくお話できないそうだねー悲しいよ だってもうあとオフラインが1回とオンラインが3回くらいですよねそうなったらもう確かに残り少なくて寂しいよー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 ああそうまたオンラインの裏側動画チャットに載せてほしいなって今日ね 載せるために動画撮ろうと思ったんだけどどうしてもカメラが自立しなくてずっとこんなんでねほんとちょっとしか撮れなかった <laughs> 全然撮れなくてあオカマいきますありがとう嬉しい待ってますね大マ寒いかな11月って11月の後半ってもう冬になってるかな よかった半袖のコスプレとか選んでいなくてシーシーありがとう寒そうだよね今ちょっと見たけどこれが噂の怖くまあそうです噂のスタッドレス で何冬の足音がすぐそこかもねすぐそこでした <laughs> 実際に聞いた人すぐそこですよ皆さん冬楽しむ準備できてる夏木はもうね100%冬楽しむ準備できてる冬にしたいことがいっぱいあるだからさ 冬はすごい楽しみだなぁ何がしたいって言うたらわかんないんだけど <laughs> 冬はいっぱい楽しみそう真、まあ、冬仕様でもうぜひあの何て言うんだっけヒートテックとかも生きてください絶対寒いと思うあタイヤのことかなるほどねまだ大丈夫かなどうだろう リスみたいな私服じゃなくてリスの着ぐるみにすると暖かい <laughs> 確かにでもねリスの風の私服もね暖かいの考えてるよオフラインはなかなか難しいコスプレオフラインではなかなか難しい確かにオンラインだったらね誰にも見られずにコスプレすることができますから 冬の足音聞けるタイプの人でした <laughs>。そう、冬楽しみ。ワンダイシティのカメラにいきなり、あ、確かに、今年もやりますか。今年もやりますかね。迷惑にならないところに、こうちっちゃく作る。そこにちょうどカメラがあるんです。待って、どうしよう、本当に冬楽しみかもしれない。私さ、冬、いい、みんな、夏、冬思いっきり楽しみをついてきてね。 <laughs> みんなもさついてきてねめっちゃ冬楽しんでるからどんぐりコース楽しんでね <laughs> そうあの時夕飯もいたねえ今年もクリスマス声あるかなあったらいいねもうすごい楽しみまた冬いろいろ。 お伝えします。今日はこれしました。これをしましたっていっぱい伝えるの。も楽しみにしてます。雪だるまのイメージ、本当。夏樹も雪だるま。いっぱい作ってるよ。雪だるま職人。こたつあるの。何時まで配信だっけって。今までです。<laughs> そう、そろそろね。男女読もうかなって思っていたところ。 雪だるま作ったらまた写真を送るねそれじゃあ男女を読みます、うん、とおう13位タムヒロさんありがとうございます12朝雪さんありがとうございます11位奈央くんありがとうございます10位遼平さんありがとうございます9位ソルさんありがとうございます8位みっちーさんありがとうございます た位いはまぴさん、ありがとうございます。六位チェリーも衛生分グッドモエリングさん、ありがとうございます。五位嵐田さん、ありがとうございます。四位ミーさん、ありがとうございます。三位ひろぽんさん、ありがとうございます。二位スーさん、ありがとうございます。そして一位は。ドゥルルルン。富之助さんです。ありがとうございます。 見てくださった皆さんコメントゲフトくださった皆さんありがとう今日はオンラインおしゃべり会ありがとうございましたそして皆さんえー、っとあと残り59分で11月4日のパーティーが始まりを公演の受付が締め切りとなるので是非3期生の劇場公演見に来てねー待ってるよー いっぱいレスしちゃうよ <laughs> お待ちしてますそれでは皆さん今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさいバイバイ暖かくして寝てねおやすみバイバイ